2024年のゴールデンウィーク後半、ちょっと2日午前中まで仕事だったんですけど、これから山形県の月山へ向かいたいと思います。東京から440キロぐらいの距離なんですけど、今回は一般道だけで向かいたいと思います。往復ね。月山スキー場の駐車場に着きました。いやー、昨日一日ちょっとね、移動日で撮って一般道でずっと来たんですけどね、441.4 キロ一般道でちょっと来てみました。いや遠いね。まあちょっと一泊しましたけど、さあどんな一日になるやら。天気いいね。いやー、見晴らしいいですね。景色が最高で、気温は結構涼しいっていうか、ちょっと寒いぐらいですね。お師匠さん、天竺までまだかよ。おいらもう疲れたよ。ヘロヘロになって歩いてるときは、だいたいいつもこのセリフが頭の中に出てきます。西遊記の悟空のセリフです。チケットの販売が朝8時からでした。リフトの運転開始も朝8時でしたね。さあどうでしょうか、この青空、そして白い雪山、このコンビネーション最強じゃないですか。もう本当ならもっと雪あるのかな。まあ今回私初めて来たんで、雪の量が分かんないんですけど、今年はね暖冬なんでだいぶ少ないみたいですね。それでは私も乳母ヶ岳登ってみたいと思います。40分以上かかったかな。最高に疲れました。この日の体力半分ここで使いました。さあ乳母ヶ岳山頂から滑ってみましょう。いやー景色いいね。もう天気がさ、雲一つない青空だからすごいよね。この日は本当ラッキーでしたね。ただですね、この山頂から滑った後なんですけど、もう板が走んなくなっちゃいまして、
だからここら辺の雪質は結構汚れてたのかもしれないですね。なんか樹液っていうか樹脂のなんかベタベタするのが板に張り付いちゃって、ああもう一発で走んなくなっちゃいましたね。まあそれにしてもこの景色ですよ。これに出会えただけでも本当に来た甲斐があるって思いました。この辺の斜度はちょうど良くて滑りやすいんですけど、あれだけ苦労して登ってきたんで一気にスーって滑るのがもったいなくて、横横ってこう長く滑るようにしてました。1日に2度3度なんて登ってこれませんよ。いるのかなそういう人。いやどうだろうな、せいぜい2回ぐらいが限界でしょうね。絶対無理だ自分には。だいぶ下の方までやってきました。もう山登りで体力をほぼほぼ使っちゃってるんで、いやもうヘロヘロで、あの最後の方が下の方が結構急斜面でターンが難しかったですね。うまくできなくて、なんか疲れたって言ってますね。その急斜面でターンができなくてちょっと悔しい思いをしました。急斜面ターンも練習しなきゃな。で板がね走んなくなっちゃってこの汚れの上滑っちゃうとね、びっくりした。滑んねんですよこれがまた。さあメインコースに合流してリフト乗り場を目指しますよ。疲れた。さあ休憩終えて一本ちょっと滑ってみようかなと思ったんですけど、もう板が全然走りません。もうここら辺でもスーって行ってもおかしくないんですけど、もうストップ雪の上を滑ってるかのようにピタッと止まっちゃうような感じで、やべえなこれは。やべえなと思って、もうでも滑り始めちゃったんで、もうまたしょうがないリフト乗り場まで頑張って下っていくしかないなと思ってね。結構このやっぱり疲れますね、この走らないボードに乗るとなんかやっぱり無駄な体力を使ってしまいますね。はい、リフト乗り場手前のちょっと上り坂になってるところなんですけど、ここがもう登れる感じじゃなくなりました。はい、登れませんでした。ワンフットです。ピタッと止まっちゃうんですよね。山頂の雪質やばいわ。皆さんお気をつけください。ほらすごいでしょ、茶色くなっちゃって、一発でこんなに汚れて全然走んなくなっちゃいました。でもほら指でねちょっと強くこすると汚れが落ちるんですよ。あれこれもしかしたら吹けば滑走能力復活するんじゃないかなって思い始めてこすることにしました。シール剥がした時のあのベタベタみたいなのがくっついちゃってて強くこすってました。これでね結構落ちてくれたんで滑走能力が復活すればいいんですけどね。はい、だいたい拭き終わりました。新しいタオル1本ダメにしちゃいましたけど、まあねよく走ってくれれば、これでスルスルと走ってくれればありがたいもんです。ちょっと残ってますけど、まあまあだいぶ落としましたよゴシゴシやって。さあポリエチレンワックスの力を見せてもらおうじゃないか。さあ板を拭いた後の滑り具合はどうかな。走り具合は、おお、滑走能力が復活した、ひゃっはーって感じで滑ってました。この時はもう嬉しくて嬉しくて、ほら体で体験してるでしょ小刻みにターンして。
もうね、嬉しかったんですよ、これがまた。わかるでしょ、この気持ち。あー、やっぱいいですね、ポリエチレンワックス。これ板汚れても拭けば何回かは復活しそうですね、この調子なら。あー、いや、これこういうことが知れてまた良かったな。ガッサンに来た甲斐があったってもんですよ。さ、最後の上り坂乗り越えることが先ほどはできませんでしたが、さあどうかな、登ってくれって感じで、まあ、でももう滑ってる感じでいけるなっていうのはね、この時点で分かってましたけど、よいしょーって、ほらねえ、いやー、よかったよかった、滑走能力が復活しました。明日は鳥海山ブルーラインを目指したいと思います。